ポケカメさん、有名 YouTuber の48のメンバーが1ヶ月以上浮上してなくてすごく心配です。取り上げていただけると幸いですと。最近48様が荒れてるのはご存知でしょうか。私は48の音羽さんを押していただいてるのですが、最近音羽さんの SNS の浮上や更新が全くない状況で、それが1ヶ月ほど続いています。公式から何も発表されていなくて、音羽さんのファンや48が好きな方がとても不安な思いをしています。ファンの中ではなぜ浮上しないか理由を考えている方もたくさんいると。おそらく TikTokウィンターという曲で音羽さんのパート、おおおっとの子キューダーのところが切り取りされて悪用されていたり、無断転載され音羽さんへの誹謗中傷が多く見られるからと推測しているファンが多いです。それにしても公式が何も発表ないのがおかしいのではないか、メンバー内の話し合いができているのだろうか、ファンは日に日に不安になっている中で活動しているのはどうだろうかという意見も多く多数見られます。私自身音羽さんの身に何かあったのか不安に仕方ないです。音羽さんのファンがフォーエイトの暗示してるのも見ましたという不安なので、ぜひ取り上げてほしいと。おおっとの子キューダーってやつ、四角三角いや鬼ですみたいな部分あったじゃん、 TikTok ですごい流行ったやつ。まあ、あれがすごいなんかめっちゃバカにされてて、俺めっちゃ聞いててめちゃめちゃ好きなんだけどね、あの曲は。普通に中毒になるのに、なんかあれがすごいバカにされてたんですよ。音羽の首切りたい、連鬼殺隊やしとか言って、クソガキがもうとんでもないこと言ってんのよ。音の子キューダーわろた、2020年早速ネットのおもちゃ買ってほしい、おたくんお疲れ様です、これからも頑張ってくださいみたいな。もうひどい、おもちゃとかこういうのをなんかすごいふわーって言われてて、でその音羽さんが1ヶ月以上更新がなくなってしまったと。でなんともう公式からね発表が出たんですよ。これもちょっと見ていこうかなと。はい、ということでね、動画の方を見たんですけども、内容はですね、なんと音羽さんですね、まあその誹謗中傷とか、まあそういうのがいろいろすごくて、メンバーと1ヶ月にわたりね、もう話し合いをした結果、48を脱退するという話し合いになったと。まあ、全国ツアーをやろうとしてたんだけども、それもまあ今回の件とかいろいろあって、まあやめるかもしれない、まあやらない方向性のなんか話になってしまったと。ライブもなくなって、音羽さんも脱退と。音の子キューダーのあれがすごい叩かれた原因、まあ、最近多分誹謗中傷がすごいって言ってたのがその動画だった。さっき僕が見せたツイートのやつもそうですけど、ああいうツイートするやつらがいっぱいいるから、なんかねしんどい気持ちが重なっちゃってやっぱ嫌になってしまったと。まあ、大量に叩かれたらそれは嫌な気持ちするよなっていう。でも少なからずこうやっぱクリエイターねコメントとかやっぱちゃんと見ますから、その一つ一つが全部誹謗中傷だったらもうそれはしんどいよなっていう。でまあ概要欄にもですね、まあ、一人一人が思いをね書いていました。ということで音羽さんだってはい、ということで。うわ。まあ仕方ないね。しんどい部分、まあしんどかったら逃げるのも手だと思うんですよ。ずっと立ち向かってるのもおかしな話だし。嫌な時は嫌、好きな時は好きと、ちゃんと伝えて、しんどかったらちゃんと逃げる、休む。ね、これはね、非常に大事なことかなと思います。音羽さんは、まあしんどかったから、まあ休むという形で、まあメンバーとちゃんと話し合いをして、まあ脱退という考えをね、メンバー一緒に結論を出したと。これはメンバー全員がね、やっぱ辛い思いしてると思うし、嫌な気持ちしてると思うけども。まあ頑張ってほしいね、音羽さんもね。48抜けたとしてもね。